はい、皆さんこんにちは。松本武史です。 今日はですね。車椅子調整のポイントっていうのをお伝えしようと思います。えー、よくね。相談を受けるのはですね。えー、まあ、この方の姿勢が安定しません。とかね。お尻がズル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 前にね。滑ってしまいます。とか言うね、えー、相談をよく受けますね。だいたい車椅子で長時間過ごしておられる方なんかはね。お尻がずるーっと前の方に行ってしまうというような方が多いですよね。で、職員さんがやってきてですね。お尻をよいしょってね、えー、戻してまた戻ってしまうと。と ねえー、数分だったら戻ってしまうなんていうこの繰り返しになってたりしますね車椅子にねあの工夫をするのは、まあ、シーティングと言いますけれども、まあ、シーティングといってクッションを使ったりとかバスタオルを使ったりとかいろいろねあのそういう技術もあるんですけれども、えー、一つね車椅子にもあのそういう機能が備わっているものがありますのでちょっと今日はそれを紹介しますね。 車椅子のクッションをベリベリベリと外すとですね。こういうですね。あのスケルトン状態になるんですよ。こういう車椅子があります。で、これはですね。あの調節用のマジックテープがね。こういう風にね。 12345678910本もね、えー、ついてるんですせ背張り調節と座面調節の機能がついているという車椅子ですねはいこれですねその方の体に合わせた状態にちょっと締めたり緩めたりしてあげるっていうような技術がありますね例えば円牌の方がいらっしゃったらですね背中の一番凸になっている部分にですね、えー、まあ マジックテープを緩めてあげることで、えー、そこがギュッと押されるという状態じゃなくて、まあ、包み込むような状態を作ってあげれると、まあ、あの座る姿勢が楽だって言われる方もいらっしゃいますね。あるいはですね座面の奥の方ですねをちょっと緩めてあげるはい少し沈んだ状態ですねはいでここにですね座骨結節が入ると、えー、お尻がズ、ま、ル、あ、っと滑らずに済むっていう方もいらっしゃいますね座骨結節というのは 骨盤のの一番下の部分ですね。我々で言うと座ってる状態でお尻の下に手を置くとですねあのゴリゴリととんがった骨が見つかると思うんですけれども、えー、その部分座面の奥の方にしっかりとまあ収まると安定するという方もいらっしゃいますね。 でそれでねあのお尻を奥に入れるっていうねでその時もね職員さんが「よいしょ」って引っ張るんじゃなくてですね本人さんに、えー、アームレストこの肘掛けなんかを持ちながら「よいしょ」とねちょっと努力してもらってくださいでそれをお手伝いするようにあの引き込むそういうふうにですねご本人さんが あの姿勢が崩れたら治せるというのも素晴らしいリハビリだと思いますねでそういった工夫をした車いましょううとということですね、はい、今回は車椅子の機能をを利用しししたシーティングを紹介しま,したまあこのチャンネルではですねバスマットなんかを使ってですねこういった機能のない車椅子の場合はですね、えー、バスマットを使ったシーティングなんかもお伝えしていますので、まあ、その動画も是非見てみてください。 まあこれからはですね、あの車椅子を選ぶというのもですね、まあ、その方の体型に合ったもの、ね、あるいはえ調節してあげやすいものっていうのをね、選んでいく配慮が必要なんじゃないかなと思っております。はい、今日は以上です。参考になりましたらお役立てください。さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。